夢ラジオ第5265回、今日は令和5年7月8日土曜日です。時刻は午後1時、横浜港北、午後1時を回りましたね。紫外線が強くて雲がいっぱい出てる、そんな夏の午後です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私は夢ラジオです。さて、5265回目、今回はヒトラードイツはなぜ負けたのか、こんなタイトルでお話しましょう。なぜヒトラードイツは負けたのか。おかしな国家運営やってるから負けたんだ。ユダヤの排斥を見ろ。軍国主義を見ろ。まあいろいろ言いたいですよね。がですね、実はヒトラードイツというのは20世紀の前半に強烈に繁栄する、そういう可能性あったと私は思うんですよ。実際にはそうなんなかったけど、12年で潰れました。がもっともっと続き、場合によっては欧州こそヒトラードイツになっていた、そういう可能性はあったでしょうね。もちろんそのヒトラーの思想というのは、あるいはドイツ第三帝国の思想というのは、アングロサクソンの思想とはやっぱ根本的に馴染まないので、1945年で叩き潰されなくても、いずれかの時点で争いにはなってたでしょうね。ただしですね、1945年に負けたドイツが5月8日でした。あれは負けなくても済むようにする方法があった。もっとドイツ第三帝国は長続きできた。当然日本も戦争に巻き込まれることはなかった。ベルリンの街がゲルマニアっていう名前に今頃なっていて、そしてドイツが世界の最先端をさまざまな分野でね、アメリカと競い、そして日本と競い、イギリスやフランスがますます没落していく、そういう歴史もありえたはありえたんですよ。で、何度も言いますが、まあ、どれほど長く続いても1960年代の終わりぐらいには、これはやっぱりドイツ第三帝国の覇権というのは英米にとっては最終的には我慢のならないものですから、争いがあったと思う。そこに日本も加わったかもしれないし、加わらなかったかもしれない。だから石原莞爾がね、1970年代頃を想定して日米戦争になるとか言ってたのはね、割とこの辺のことを指してるんだと思いますよ。で、日米戦争が最終戦争ですから、その前に日本とソ連の戦争、あるいはアメリカとドイツの戦争、これはドイツとソ連の戦争かもしれないね、等が行われ、結局最終的には日本とアメリカが戦うことになるんだっていう石原莞爾の見立てでした。ドイツもソ連もどっちみち没落すると。けれどそれは1960年代ぐらいの頃で、そして最後に残ったトーナメント戦で決勝戦が日本とアメリカをやるんだという、こういう石原莞爾のビジョンといえばビジョンですね。そして12年で終わったドイツ第三帝国は、まあ、20年30年は続き得ただろう。そしてヒトラーに寿命が来て、そして60年代にそのヒトラーの後継者が大々的に政策転換をし、英米にも歩み寄るような、そういうドイツへと変貌させたら、それこそ戦争がなくドイツ第三帝国はまだ続くという、そういう状態もあり得たと思う。まあいいことがどんどん続けばという過程ですけどね。さて、そんなヒトラードイツはなんで12年で崩壊したのか。もう一言で言えば、独ソ戦をやったからです。ソ連に攻めていったからなんですよ。
で、この独ソ戦こそですね、実は第二次世界大戦を全体的に見た場合はもう最大の戦いだったと思います。で、日本人にとってみればね、アメリカ軍との死闘とはいうものの、やっぱ規模が全然違うんですよ。島を取ったり取られたり、あるいは船同士で戦ったりとか、それはそれで何千人とか何万人とかやっぱり犠牲者も出るんですが、太平洋のね、要するに日米戦けれど、そんなんとはもうわけが違う大平原で、もう数百万人同士がガーンとぶつかるのが独ソ戦だったわけでしょう。だからここが最大の第二次世界大戦の戦いだった。で、これがなかったら、独ソ戦をしなかったら、ヒトラードイツはもっと続いてたと思う。10年ぐらいは少なくとも。で、さっきも言ったように、ヒトラーの後継者にあたるような人が、割とこう、英米に親しみのある、そういう政策をどんどん続けていけば、もっと持ったかもしれませんね。そして、ベルリンという町は今頃、ゲルマニアという名前に変わっていたことでしょう。実は1941年6月22日の独ソ戦開戦なんですが、これはスターリンすらですね、ヒトラーが攻めてくるとは思ってなかった。ソ連指導部はドイツが攻めてくるとは思ってなかったし、日本にとっても寝耳に水だったんですよ。えっていう。で、なぜかというと、そのソ連は実はドイツと同盟関係にあったわけなんですね。独ソ不可侵条約ってやつですよ。1939年独ソ不可侵条約、それ2年前ですよね。1941年から見て、だからドイツとソ連はですね、まあ、仲間だったわけですよ。で、それを見て日本の松岡洋介が、じゃあその仲間に日本も入って、ドイツ、ソ連、そして日本、これで英米に対抗しよう。そうするとアメリカもそう簡単に日本に対して高飛車な姿勢は取れないぞ。これがね、松岡構想なんですよ。大雑把に言えば。で、現に1941年の日米交渉といえば、アメリカが非常に高飛車な姿勢で高圧的に臨んできたみたいなイメージありますが、それは独ソ戦以降の話なんですよ。独ソ戦以前はやっぱり松岡の見立てはそれなりに正しくて、ドイツ、日本、そしてソ連、これはちょっと日本を怒らせるわけにいかないぞと。日独伊三国同盟、そして日ソ中立条約、こうですよね。ところが、それがソ連にドイツが攻めていったもんだから、このドイツ、ソ連、日本っていうこの同盟、イタリアはいてもいなくてもどっちもいいんですけど、それが破綻し、あ、日本が孤立したな。で、少なくとも日本がソ連と和解することはない。だって日本は日独で同盟でしょ。で、そのドイツとソ連が戦い合ってるわけですから、日本がアジアで孤立したなと。だから、6月22日以降、8月とか9月とか、アメリカは非常に高圧的な態度に出たわけですね。だから日本にとってもこの独ソ戦っていうのは6月22日、もう他人事でないどころか、これで決まったっていう、日本の地獄が。太平洋戦争はこれで決まったと。大東亜戦争はこの独ソ戦で決まったと言っていい。で、そもそもじゃあなんでヒトラーはソ連に攻めていったのかというと、これがよくわからないんですよね。もちろん我が闘争等においてヒトラーはソ連っていう国を侮蔑し、ソ連はいずれ攻めていくぞと、レーベンスラウム、レーベンスラウムですね、当時ドイツでよく言われました生活空間って訳すんですが、ドイツ人の生活空間は東にあると。だから中央ヨーロッパ、そしてその向こうのソ連、こういったものはドイツの土地になるんだと。で、その奴隷みたいな者たちとしてスラブ人がいるんだという、こういう考え方ですよね。あったはあったんだけど、そういう考え方があった、著書で書くというのと、実際に軍隊を動かして戦うというのは全く別問題で、まさかせんだろうと。スターリンすらそう思ってたんですよ。
ヒトラーは攻めてこないと。独ソ不可侵条約があると。それで出てきたもんだから、ソ連が不意打ちを食らって、もうモスクワの手前、数十キロのところまで押し込まれたわけですよね。これが1941年の冬です。モスクワ攻防戦ってやつですよ。で、1942年のスターリングラード、ここでもソ連が持ちこたえて、で、1943年になったらもう完全にソ連優位でした。これは日米戦も同じで、1942年、これでガダルカナルの戦いがまあ大体決まったじゃないですか、負けたと。で、1943年の2月にガダルカナルから撤退と。そういうことですよ。なぜヒトラードイツは負けたのか。独ソ戦をやったからです。そしてやる必要のない戦争ではあったんですよ。あるいはもっと先延ばししておくべき戦争だったと言ってもいいかもしれない。で、石原莞爾はこの、その独ソ戦をね、ある程度予見して、ドイツとソ連で潰し合いをやって、で、どっちもヘトヘトになって潰れるから、最終的には日本とアメリカが、最終戦争をするだろうっていうふうに石原莞爾は言ってたのに、なんか全然早い段階、1941年にパールハーバーなんか行っちゃったもんだから、大外れとなりました。おそらくヒトラーは、ソ連はもっと早く降伏するだろう。モスクワは陥落するだろう。で、ソ連の共産主義は撲滅できるだろう。そうは思ってたと思います。が、頑強な抵抗だった。ソ連軍が。赤軍ですね。もうどれほど犠牲を払っても飛行機を繰り出してくる、戦車を繰り出してくる、その戦車をいくつ潰してもまだ T-34 が出てくるっていう、いくつ出てくるんだソ連の戦車はと、これだけ潰しても潰してもと、ドイツ軍の将校がため息をついたようですね。やはりこの時、1941年から42年にかけて、ソ連人、モスクワ人が見せた陸の戦いでの粘り強さ、それによってソ連は2000万の犠牲者が出た、一番出ましたよね、第二次世界大戦で。けれど勝った。ヒトラーは負けました。日本も負けました。夢ラジオ、今回は第三帝国についてお話ししました。ありがとうございました。